今日は初めて神戸に来たんですが、すごく広い会場でね。そうだね。なんて書いてんの？ちょっと待て。今日はですね、本当にたくさんの方が神戸に来てくれてて、とっても楽しかったです。イエイ。今日なんかゆうこりんあれだよね。何？なんか割と感極まってる感じだったね。あ、今日なんか良かった。なんか感情入ってたよね。そう、なんか今日ね、誕生日迎えた後の初ライブだったじゃないですか。はいはいはい。年を重ねて、当時をね、振り返ったりしたわけですよ、私は。過去の何年か前の誕生日とか。はいはいはい。それで、お客さんがね、3人ぐらいしかいない中でも歌ってた時があって、うんうんうん、でそんな時の、なんか昔のさ、ブログを見返したりしてたの。はい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 、今日なんかアンコールでね、大きな太鼓歌ってる時に、うん、こんなにたくさんの人が私の歌声を聴いてくれてるって、うん、なんか思って感極まりました。思い出しちゃったんだ、あの時。そうだ、なんか理由はそれだ。誕生日迎えたからだ。おお、年を一つ重ねて。そう、なんて書いたの？今日は僕たちとても嬉しいですって書いてあります。ちょっとこの字がね、間違えてるかもしれない。変態だよ変態だよ。じゃあ、やゆるの皆さん、ありがとうございました。今日ひどくないか、これ。ゆうこんとわさびでした。はい、どうも。